トットトットットットールスです。今日も視聴者の皆様からの質問にお答えいたしたいと思います。はい、なぜいつも帽子をかぶってるんですか？帽子ね、これはね、一番最初かぶり始めたのはね、もともと天然パーマなのね。はいはい、あのもうこれくせ毛なんですよ、今もあの、くる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 なってんだけど、で、これにね、マジ生まれた時から悩まされてきたの、まずちっちゃい頃からもうバーン、もうバカ、もうアフロみたいになっちゃうわけで、これが嫌で、はい、ちっちゃくストパーずっとやってたの。ストパーやってたんだけど、もうどうにもならんくて、そこで開発したのが帽子ですよ。隠しちゃうね。そう、帽子やったら寝癖のセットとかしなくていいんだってなったのと同時期ぐらいに、なんかその YouTube で8年ぐらいやって全く結果出なくて、なんか顔出しやっぱした方がいいなってなったんだけど、やっぱみんなに顔知られたくなかったし、有名になりたくもなかったし、目立ちたくもなかったから、なんとかその普段の自分と分けようって思ってて、ちょうどその帽子かぶってなかった、その YouTube やる前まで。はいはい、だから YouTube に出るときは帽子をかぶろうと。一本目も確かにかぶってますよね。そう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 、顔出したくない、顔出したくないというか、その認識されたくなかったから、で YouTube で帽子かぶって、普段は帽子かぶらない、でそしたら普段道端で声かけられるとかないだろうと思って帽子かぶり始めたら、これ寝癖とか無視してできるやん、めっちゃ楽やんってなって、でそのまま帽子かぶるようになった。え、ちょっと話飛びますけど、声かけられたくないんですか？そうだね、できればねいや、普通の一般市民の生活をしたい。あ、ヒカキンさんとか絶対もう道端普通に歩けないじゃん。そうですね。なんか俺は日常生活も欲しいし、音楽家としての活動もしたいっていう、すごい欲張りプランを今欲張りプラン希望しております。そう、ちなみにね、俺ね、2020年頭とか、はい、コロナにかかったのか分かんないけど、でも2020年1月ぐらいだからあれなんだけど、コロナっぽい症状が出て、その後ね、横と後ろの毛ごっそり抜けたの。え、そうで、あの頃の動画見てもらったら分かるんだけど、顔めっちゃ真っ赤でこの抜けてんので、その時の写真撮ってあって、めちゃくちゃえぐくてグロ画像だから、それいつかのタイミングで公開したいと思う。で、その時のサムネのタイトルは、あの、ハゲましたみたいなそれやりたい。やば、そう、マジこの辺の毛なかったから、その時は帽子やって助かったなと思いましたね。そんな感じ、まあそんな感じだね。というわけで、この動画いいねと思った方はいいね、コメント、そしてチャンネル登録お願いします。バイバイ。